はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきたいと思います。こちらの50万人突破スペシャル黒金商業デビューガチャですね。前回黒金商業が実装されたということで、まあ、一応サクセスの方をね、まあ、ちょっと上げたんですけれども、まあ、まだまだ全然試行錯誤でかなり苦労してます。まあ、チャレンジをこなしつつ、まあ、黒金商業どういう風に育成していけばいいかなっていうのを、まあ、探っているところになります。で、まあ、この黒金商業のデビューガチャですね、まあ、内容としてはかなりいい内容だと思いますので、今回は、20連目までですね、引こうかなというところになります。じゃあ内容の方をちょっと見てみると、10連ガチャ初回が、SR1 枚確定と。で、10連の2回目になりますと、この黒金商業の、岩井くん、宝塚くん、ガマグチさん、ゆかり様の4キャラのうちから、1枚確定というところになってて、でさらにこのね、ピックアップの4キャラ、まあ、どれも優秀だと思いますので、今回のガチャに関してはもう本当に50万人突破スペシャルを歌ってるだけあって、かなりいい内容となってると思います。じゃあそれではガチャの画面に行きましょう。まあ、またね、例によってチケットがちょいちょいあるので、こちらを消費してから行きますか。PR が3枚、SR が1枚で、補助券が5枚溜まってるので、これ全部消費しちゃいましょう。じゃあまずは PR ガチャチケットもう一気に3枚引いちゃいますと。これはもう本当に上限解放用のキャラクターが出てくれれば嬉しいと。あ、特にせっちゃんですね。お、みずきちゃんみずきちゃんの PR 初めてだったんだまあみずきちゃんはね SR 持ってるんで。そうか、 R キャラがどれだけ溜まってるかだな。じゃあ次は普通の SR ガチャチケットいきますか。これはあれですね、 SG のサクチャレでもらったチケットになります。ちなみにね、あの SG のサクチャレは確かね560ないとかだったかな。なので振動がね、あの2枚もらえてますというところですね。さあこれは誰が出るか。おー来たねー、来たねレンジャーくん、レンジャーくんニュー。まあミキサーするかどうかっていうのはミキサーもまだやってないんで、まあミキサーチケットが1枚手に入ったみたいな、そんな感じですかねまあただね、こういうキャラクターがこういつサクチャレ用の特攻キャラになるかわかんないんで、一応ね1枚は取っておいてます。さすがにね、レンジャー2枚3枚揃ったら、あの重ねる気にはなれないんで。じゃあまあちょっと幸先があれですけれども、補助券を使っていきましょう。さてここでまたレンジャー君クラスのキャラが出てきたらかなりショックだぞ。おお、キバだ、よし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 。キバもね、こいつはねジャイロボールを持ってるんで、ちょっとねロマン枠で使いたいんですよね。ハイスピンジャイロとか、やっぱ速球派のキャラクターを作りたいときに、やっぱねジャイロボールっていうのはやっぱり夢じゃないですかでジャイロボールのコツを持ってるのがね本当少ないんで、まあちょっとキバはただ餌がねいかんせん足りないっていうのはあるんですけども、まあレベルを上げていければ使っていきたいキャラクターですね。まあキバは良かったな。じゃあ黒金商業デビューガチャの方に行きましょう。まず10連の1回目、こちらは SR が1枚確定というところになってますので、引いていきましょう。あ、虹が出た。はい、まず虹、グググポン、キラーンがないね、キラーンが。なんかいいのと微妙なのが、あとはあとは PR 矢部くんお前も初めてか。まあピックアップ系はさすがによく出てきますね。ということで坂本くんでした。俺坂本くん何枚持ってるこれ多分3枚目とかなんだよな。坂本くんもね重ねてないんですよ。まあ、坂本くんどうなんだろうね、ちょっと使い道ね俺はちょっとまだ見出せてないんで置いておいた状態なんですけど
まあ、重ねれば強いよってテーブルがね何だったか覚えてないんで、ちょっと坂本くん後でテーブルを確認してみましょう。まあ、レベルをちょっと上げる気にはまだなれないんでしょうがないんですけど、じゃあ次は4キャラのうちから、SR が1枚確定するんで、まあ、どれが出るかですね。さあさあさあ、まあ、どなたか出てくれてもいいんですけど、彼女キャラがね1人しかいないけど、ああ岩井くんか、岩井くんいいね。岩井くんはあれですよね、結構この投資とかがすごいっすよね。あ、スッスの PR が出た、いいね。という感じで、黒金商業のデビューガチャ確定キャラは岩井くんでしたと。でまた例によってガチャだけだとどうしても短くなっちゃうんで、まあ、せっかく出たんでちょっと坂本くん見てみますか。坂本くん、坂本くんはね、いる3人いるねここに。で坂本くんのまずボーナス、タック60が、あ、やる気効果100、あ、やる気効果100のタック80か。テーブルは悪くないね、確かにテーブルは悪くない、いいテーブルで、で特殊能力が走塁と初級と内野安打か、初級骨っていうのが貴重ですね。なるほどなるほど。ただね、走力キャラっていう段階でね、どうしてもね坂本くんまで出番が回ってくるかっていうと、やっぱりね日野がいるんで、まず日野ですよね。であと猫髪、猫髪の、まあ、大番狂わせ取りたいとき、いかんせん大番狂わせがかなりいい金徳なんで、査定的にね、査定的にいい金徳なんで、どうしてもこの2人が入ってきちゃいますよね。でさらに穂村ちゃんがいるんで、うーん、坂本くんまでね出番が回ってくるかって言われたらちょっと出番が回ってこないかなっていう感じですね。ただテーブルはいいですね。まああとちょっと坂本くんのイベントについて、まあ、調べてみようかな一応坂本くん今3枚あります。あとね、そう作チャレでもらった振動ですね。振動もね、まあ、悩んでるんですよ。振動が今全部で SR3 枚、560位だと、2枚 SR がもらえるんで、とプラス、まあ、普通に1枚もらってるんで3枚で、そうすると固有がねまだ開けないんですよ。ボーナステーブルを見てみると、振動は40で、固有ボーナスがつくキャラになってますと。でさらにこれあのイベントのキャラクターなんで、まあ、普通のガチャからは排出されないということなんで、この SR2 枚を重ねてプラス2と。でさらに PR が1枚あるんですよ。振動だから下の方かな、 PR が、あ、いたいたいた、 PR がプラス1あって、で今大丈夫博士像博士像配ってるじゃないですか。で今ここ2つしかないんですけど、まだあのボックスの中に3個普通に置いてあるんですよ。でそうすると振動をプラゴにできて、振動のプラゴを、ここに突っ込めば確実に振動プラ3以上、まあ、プラ3か運が良ければプラス4まで持ってって固有が開けるというような形にはなるんですけど、大丈夫博士像を使って振動を解放させるべきかどうかっていうのをちょっと悩んでるんですよね。やっぱり多分大丈夫博士像それなりに貴重なんで、まあ他のキャラに使った方がいいかな、どうしようかなっていうところで今悩んでます。で振動もね、ほら固有開いたやつを使ったことがないので、まあどれほどの強さなのかっていうのがよくわかんないので、まあもし振動おすすめだよという方がいらっしゃいましたらコメントくれれば、まあもしかしたらプラス3にするかもしれないです。まあそこはちょっと参考にしていただいて、今悩んでるところですねというような感じになってます。じゃあまあ以上のようなところですかね現在は。まあもう少しね、黒金商業の方、まあいろいろサクセスをやって練習していって、まあ強いキャラを作れるようになったら、またちょっと動画の方を上げていきたいと思ってます。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。